ソニーの小三元レンズの魅力についてお話しします。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田内です。今回の内容はソニーの小三元レンズと呼ばれる F4 のレンズの魅力についてお話をしていきたいなと思います。まずはじめに小三元レンズっていうものなんですけども、これは多分明確な定義ではないんですけども、一応ソニーのラインナップで F2.8 の GM ってついてるズームレンズが基本的には第三元と呼ばれてます。でそれに対していわゆる F4 固定で撮影できるレンズ、1635の超広角ズームレンズ、それから、今だと多分、20から70ミリの F4 のレンズで、そしてもう一つ70から200ミリの F4 レンズで、この3つがいわゆる小三元レンズと呼ばれています。僕はこの小三元レンズっていうのを動画で好んで使っています。で、今回のお話は基本的に僕は動画を撮影するので、その動画の視点でお話ししているので、多分その写真を撮られる方だとちょっと考え方は違うので、そこはご了承いただければなと思います。この小三元レンズは完璧ではありません。で、完璧ではないんですけども、そのうまく弱点を補って、その役割を与えることによって、非常にこう使いやすいレンズのラインナップかなと思うので、その理由についてお話をしていきたいなと思います。で、まず1点目なんですけども、この小三元のズームレンズは非常に軽くて小型です。ここのポイントが僕が小三元レンズをおすすめしている理由です。なぜならばその動画ではその軽ければ軽いほどいろんな恩恵が受けられるんですね。例えばジンバルにレンズとカメラを乗せてこう撮影をするときに、ジンバル自体には例えば3キロとか2キロまで積載可能みたいな感じで書いてあるんですけども、軽いものを乗せた方がこのバランスっていうのは非常に取りやすいと思います。一応積載重量内だったらジンバルに乗せることはできるんですけども、バランスの取り方がかなりシビアになってくるんですね。なのでそのちょっとのズレとかちょっとの曲がりとかで、そこで結構モーターのパワーをこうグッと使うの で、そうするとその重たいレンズを使うほどなんか急にカクッてするようなそういう挙動をしたりすることがあるので、僕はなるべく小型のレンズを使うようにしています。でそして手持ちで撮影するときにもやっぱりその大きいレンズを使うより小型のレンズの方がすごく安定するんですね。写真だとこう撮って一瞬でカチャッて止めればいいんですけども、動画は結構こう撮り続けてなきゃいけないんですよね。でそうするとやっぱり重たければ重たいほどそのキープの時間がかなりしんどくなっちゃうんですよね。でそれによってブレっていうのが発生しやすくなると僕は思っています。なのでその手持ちで撮っててもそのジンバルで撮っててもやっぱり軽ければ軽いほど僕は動画では非常に運用しやすいと思ってます。で最近その第三元と呼ばれるその F2.8 のソニーのズームレンズでもその2世代型が出てきていて、でそれで超広角のレンズ、それから標準、それから望遠も全てその2世代目が出ていて、でそれも非常に軽くなっています。でもその軽くなってる GM のレンズたちに比べて、でこの今お話しした3つの小三元だと、それぞれのレンズでだいたい 200g ぐらいは軽くなってます。で 200g って思うんですけども、この差っていうのはね僕はかなり大きいと思ってます。でそして2点目のポイントなんですけども、フィルター径が 72mm でフィルターの運用がしやすいということです。こちらの F4 のこの小三元のレンズはこれ3本ともその 70mm のフィルター径になっています。なのでそのフィルターを1つ買えばステップアップリングとかなくて、1つの例えば ND フィルターとかブラックミストとかで使い回しができるので、余計なアイテムが増えなくて済むっていうのは非常に取り回しが楽になると思います。で時々あるのがフィルター持ってるけどなんかステップアップリングがなくて装着できないみたいな、なんかそういう初歩的なミスっていうのも結構あるんですね。でそういう意味でそのフィルター系が揃ってるっていうのは非常にこう取り扱いがしやすいです。 72mm だとその胴体のこの大きさっていうのが結構なんか小型な感じなんですよね。でそういう意味で非常に扱いやすいかなと思います。この2070が出る前っていうのは僕はその24-105mm の F4 のレンズを使っていたんですけども、その時はそのフィルター系が 77mm で、やっぱりそのレンズとして結構そのちょっと大きいイメージがあったんですけども、この新しい 2070mm が出て 72mm のレンズ径になったので、これ非常にコンパクトになったなと思います。そして3つ目なんですけども、画質は非常に綺麗だと思います。この小三元どれもこの G レンズなんですね。でここに黒で G って書いてあるやつが G レンズなんですけども、それでこの描写でなんか描写がダメだなって思ったことは僕はないですね。で結構逆光の撮影とかでも撮るんですけども、それでも非常にこう綺麗な塩梅で撮れるかなっていう印象です。でこれ写真になると僕は細かいその解像度とかってそんな詳しくないんであれなんですけども、動画でその 4K の画面で見る分にはもう全然綺麗すぎるぐらいの解像度
を持ってるかなと思いますね。そして4点目なんですけども、まあ、F4 なんですけども結構綺麗にボケます。だいたい50ミリぐらいを過ぎるともうかなり綺麗にボケてきます。日中で撮影するときにはなんかそんなにこうボケっとした表現を僕はしないので、こう F4 のボケで結構十分いいかなって思ったりはしています。 F4 のレンズなのでその割と明るめなんですよね。で例えばその α7S3 とか FX3 クラスを使ってると夜間帯でもその割と F4 のレンズでいけちゃうなという印象です。なので日中で撮影するときには軽くて取り回しが効いて、で画角も変えれるっていうことで、まあ、僕はこの F4 のレンズたちを非常に愛用しています。そして5点目なんですけども、コスパが非常にいいと思います。その大三元のレンズに比べてだいたいどれも10万ぐらいが安いんですよね。そう考えると結構その手が出しやすいこうレンズかなって思います。で今このソニーのレンズって結構高いですよね。で特に GM のレンズでズームレンズってもう本当に高いん でそう思うとそこに比べては少しこうリーズナブルな価格になってるかなという印象です。もちろんこの F4 の小三元っていうのもその弱点があります。で、まあ、一つ目の弱点としてやはりその F4 なのでその、まあ、若干大三元に比べては暗いです。その先ほど話したようにその α7S3 とか FX3 につけてしまえばそのまあ夜間帯である程度光があるような場合とかだと撮影はできるんですけれども、そのやっぱりその F2.8 とかあとは単焦点レンズに比べるとその暗所性能は弱いです。でそういった時に解決策としては僕はもうシンプルに夕方から夜間の時間帯っていうのは単焦点レンズを使うようにしています。でそうすることによってまあ、十分単焦点レンズで F1.4 とか F1.8 クラスの単焦点レンズを使うのでそういった暗所の弱点っていうのはカバーをするようにしています。 F2.8 の第3元は明るいんですけども、その本当にかなり暗いような場所だとその F2.8 でもかなり暗いんですよね。でそう思うとやっぱ F1.4 とか F1.8 ぐらいあると光量が稼げるかなと思っています。そして2点目の弱点なんですけども、やっぱそのボケ具合っていうのは F2.8 には劣ります。F4 で 50mm ぐらいからまあボケてくるんですけども、まあ、もちろんその F2.8 に比べてはボケ味が弱いです。でそういった時にそのボケ味に対して、まあ、どうやって僕が課題を解決してるかっていうと、まあ、これもシンプルに単焦点レンズに切り替えて解決をしてしまうというふうにしています。でまあ、第3元 F2.8 なんですけども、その F2.8 のボケなら僕はもう F1.4 とか F1.8 クラスでそれぐらいのボケの方がこのボケが大きいので、まあ、僕はそういった感じの運用をしています。まあ、という感じでいろいろとデメリットもあるんですけども、僕はこの小三元3本のレンズというのを非常に気に入って使っています。で本当どれも優秀なレンズだと思うので、皆さんにこれは本当にお勧めできるレンズたちだなと思います。やっぱり思うのが完璧なレンズっていうのはやっぱ存在しないんですね。でそうなった時にやっぱ自分がこうどう運用していきたいのかっていうので、このレンズ選びっていうのは選んでみたらいいのかなと思います。日中は光量が十分にあって明るいので、もう F4 のズームレンズを使ってかなり便利に撮影してしまう。でそしてもう光が少なくなってきた、まあ、夕方とか夜間の時間帯だったらもう割り切ってしまって単焦点レンズに変える。そして単焦点レンズに変えるからこそその暗所での撮影もできるようになるし、それからそのボケ味もかなり良くなるので、そういった感じで僕は弱点をカバーして F4 でズームで小型っていうのをこう最大限に活かすような形でこのレンズたちは運用しています。というわけで、もし本日の内容が参考になれば高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。オンラインスクールで学ぼう。石田雄一のオンラインスクール。